カルアミルクです。よろしくお願いします。そこでベース楽しそうに弾いてたやんって。しかもさっきもなんか MC 任されちゃってで、なえ、ね、でもなんかそうか、ベースに任せようとかやろうと思ったけどマイク俺にしかないしさ、何話そう。なんか曲短いから喋れるんだよね。そう、俺が喋るしかないんだよ。何それ。あ、そうだ、なんかこれマジ曲とか一切関係ない紹介なんだろうことなんだけどさ、あの軟骨ピアッサーを買ったんですよ。おい聞け、騒ぐなひろかず。軟骨ピアッサーを買ったんですよ。でもなんか怖くて開けれなくて、俺なんか耳たぶに2つ開いてて、これは自分で開けたんだけど、なんか軟骨ピアス骨じゃん。俺の話しかしないのあれだけど、なんか刃物とかの恐怖症で、あと血液とかなんか本当に手汗めっちゃ出るみたいな恐怖症で、なんか自分でマジで手震えちゃって無理だったのよ。なんでなんか7月9日にももう一回ライブあるから、なんか軟骨ピアス開けるぜって人がいたら俺に言ってくれれば、あのピアスはまだ未開封のやつあげるんで。いい MC っしょ、いい MC っしょな、いい MC だよこれ。だからなんか軟骨ピアス開けてって人はマジ俺に言ってください。早いもの順1個しかないわ。
あとはなんだ、話すことねえな。やるか。やります。オリジナルあと2曲やって、あ、さっきのはコピーです。オリジナル2曲やって帰ります。ひろかず元気。うん、やります。ピック無理だなって投げちゃった。金は払います。人のピックマックスの最低だな。マジなんで人のピック投げたんだろう今。ちょっとピックでアルペジオ無理だってなっちゃって。なんかそこに落とそうと思ったら、ね、あ、ナルリオに返却すればよかったのか。お前のピックだよってな。そっか、なんだ、七夕ですね。
唐突七夕ですね。ゾロ目なんかカスがなんだろう、どうしよう、七夕の話をしちゃうとこの後のバンドで七夕トークしたい人いねえか、そんなやつメルヘンすぎるな。七夕どうしよう、いたら殺される、ごめんなさい。何、話すことねえな。七夕で話す、そんな時間あんのかな、めっちゃあるか多分。次の曲ね、すぐ終わるもんね。七夕、あと10分あるんですか。まあでも巻く分にはいいって言われたから。七夕ね、七夕ってみんな願い込めてます。なんかさ、笹じゃねえや、紙に書くじゃん、あれね。七夕今日じゃないの。びっくりした、びっくりした、怖い怖い怖い、バカバレる、バカバレる。マジでいいな、俺も書きたい。なんて書いたの。つまんねえ。マジ MC 長いとさ、なんかあれじゃね、俺さ動画をパスの動画よく見るんだけどさ、 MC 投げ、カットされてないよ、だけどなんか MC 長えなこのバンドって思いながら。そう曲だけね聞き、いやそれはよくないな。 MC って一回見たら結構覚えちゃうじゃん。でしかもそんな面白い、みんなは面白いけどそんなつまんねえ話聞きたくねえから、やるか、終わる、めっちゃ早く終わろう。何紹介いいよ、さっきオリですって言ったから、次もオリです。なんか次のオリ、なんか一回オパスで弾き語りやったんだけど、なんかチューニングガバガバでっていうか、覚えてるかな、マジなんか大量の幹部たちに囲まれてなんか看護されてるみたいな、俺がそんな画像が残ってるのを、今チューニング合ってるかな、合ってる、素晴らしい、チューニングが合ってるって幸せなことだよマジで。やるか、チューニング合ってるんで、その時の曲、なんかみんなに楽器つけてもらったんでやります。いいかな、やるか。たる空はどうにも綺麗で、
ございました。カルアミルクでした。